アメノモリの肖像が、アメノモリ報酬法歴5年1月6日は、江戸時代中期の受者。イミナは、春陵、後誠清、通称は、東五郎、東五郎、郷和報酬、寺を運び、官名として、アメノ東を名乗った。中国語、朝鮮語に通じ、津島藩に仕えて、李氏朝鮮との通行実務にも携わった。荒井白石、 室九層ともに、木下文科のご先生や十明の一人に、数えられた。漢文八年、大見国以下軍、雨の森村の町医者の子として生まれた。遠方七年、十二歳の頃から京都で医学を学び、上京二年頃、江戸へ出て、朱子学者、木下順安文科に入った。同門の荒井白石、室久宗祇園南海らともに秀才を歌われ、元禄二年、 木下ャンの推薦で、当時、中継貿易で潤沢な財力を持ち、優秀な人材を探していた津島藩に仕にし、江戸藩邸務を経て、元禄五年に津島国へ赴任した。この間、長崎で中国語を学んだこともある。元禄十一年、朝鮮型左翼を拝命。元禄十五年、初めて朝鮮の富山へ渡り、 元禄十六年から同十八年にかけて、富山の和漢に滞在して、朝鮮語を学んだ。和漢への訪問回数は合わせて七回に上る。この間、朝鮮側の日本語辞典、和語類会の編集に協力し、自らも朝鮮語入門書、降臨、土を作成した。また、江戸幕府将軍の就任祝いとして派遣される、朝鮮通信誌に6、六代。 徳川家信の聖徳元年と八代、徳川吉宗の教法を四年の二回、通信誌の江戸行に随行した。なお、吉宗の時の施設団の聖術館であった猿井館が、帰国後に表した、海遊録に、雨の森報酬活躍の姿が描かれている。津島藩の文教や朝鮮外交文書の専門職の、ま文役となった。特な人格で人々に信頼を獲得して、 名文や、特業を重視して、熱心に指定の教育に当たった。教法5年には、朝鮮を、慶州の即位を祝賀する津島藩の施設団に、参加して、不山に渡っている。しかし、朝鮮人参密輸など、藩の朝鮮政策に対する不満から、教法6年に、朝鮮放射役を受任し、家督を、長男の剣士城に譲った。 その後は自宅に私塾を設けて、著作と教育の日々を過ごしたが、教法14年、津島藩の裁判として、不山の和刊に赴き、工作米の年限更新や各種輸入品の品質問題といった課題について、1年以上にわたる交渉に携わった。教法19年には、津島藩主の側用人に就任、反省に関する上申書、 地方関係や朝鮮外交を心へ、降臨訂正を書いている。法暦5年、津島豆原日吉の別邸で死去した。去年88、送り名は一徳、西宝州誠清志福君。墓は日吉の長寿院にあり、傍らに、県史上も葬られている。